海道コンサドーレ札幌 FW 大柏剛24が今季初連勝へ導く連発を狙う。17日、札幌、宮の沢で18日のアウェー、ガンバ大阪戦、パナスタに向けて前日練習を行った。前節12日横浜戦 2-0 で今季初得点。チームに勝ち点3をもたらしたアタッカーは、今節も前線で攻撃のキーマンとなる、得点チャンスでしっかり決めきれるようにやっていきたい、と見据えた、G 大阪戦に出場すれば J1 通算50試合目。プロ3年目での節目には、すでに100試合を達成している1年先輩の MF 金子や DF 田中俊らと比べて、だいぶ差ができた。昨季、怪我で出場13試合にとどまったためだ、節目の試合もいつもと変わらずやっていきたい、と意識せずに臨む、G 大阪との試合はルーキーイヤーの21年は2試合出場で、昨季は出場なし。得点は上げていない、1年、2年経って進化している。見せられたら、復帰して1ゴール1アシストと出場2試合とも得点に絡み、調子を上げる。2試合連続ゴールへの期待は高まる。